新入社員のエクセル研修ならユースフルフォービジネスで検索。続いてもとっても大事なエクセルで表示されるエラーについて一緒に見ていきましょう。エラーには、いろんな種類があるんですけれども、今回は特によく出るエラー3つに絞って皆さんにご紹介をしていきます。今回ご紹介するエラーは div0、value、name という3つのエラーです。それぞれなんでエラーになっているのか、そしてどうやったらこのエラーを解消できるのかというところを解説していきます。まず1つ目の div0 について、これ結論から申し上げますと、0というデータを割り算に使っていることが原因になっています。今回の達成率というデータは、あらかじめ設定された第一四半期の予算について、実績としてはこれぐらい数を積み上げることができましたということで、予算に対して何パーセントぐらいこう実績が達成されたねというのをこの G 列で表現しています。例えば1000という予算があった人が1000実績を出すと 100% 達成できたねというようなところになってるんですが、 G3 セルで div0 というエラーが出ていて、これ計算の中身を確認してみると、このように F3÷E3 という計算をしている、そして E3 に0というデータが入っていることによってこのエラーが出てきてしまっていることがわかります。このエラーを解消する方法としては、0以外の数字をこの入れてあげるというのがまず一つ目の解消法になるんですが、数字が0であってもエラーを出したくないという場合にはですね、 if エラー関数という便利な関数が用意されているので、そちらを使う必要があるんですが、ここは少しだけレベルが高い話になりますので、ぜひ気になる方はユースフルチャンネル if エラー関数と使って調べてみてください。二つ目の name、これについてはとってもシンプルで、関数の名前が間違えているときによく出てきます。例えば今エラーが出ているセルに何が入っているのかというのをこちらの画面の上で確認することができるんですが、おそらくこれ SUM 関数を打ちたかったのに SAM と入ってきてしまっています。このように関数の名前を間違えて入れてしまっていることがネームのほとんどの原因になりますので、このように出てきてしまったら再度正しく関数を打ってあげるというところで、こちらもエラーを消していただければなと思います。最後にバリュー関数について、これは計算に値データ以外のデータが参照されているときに起こってしまうエラーになっています。5行目を注目してみましょう。そうするとこの19予算データは0、1000、3000のように数字のみで表現されている一方で、5行目のデータに関しては2000円ということで円も含めてデータが入ってしまっているので、文字列データとしてこのように認識されてしまっているというような状態になっています。これを直すためにはこの E5 セルをダブルクリックして円というデータを消してあげてください。そしてこのように2000という値データのみが残った状態でエンターを押してあげると、このように正しく計算ができたことが確認できるかなと思います。このように数式を使って計算をしたいというデータに関しては、数字以外の余計な単位は入れないというところをしっかり意識して日々のデータ入力を行うようにしてください。それではここまでのまとめを行います。このパートではExcel でよくあるエラーとその対処法についてご紹介をしてきました。Excel はエラーの出方もすごく独特なので、最初に見たらきっと焦ってしまいそうなものばかりだったかなと思います。ただ今回ご説明した通り、なぜエラーが出るのかという理由そのものはそんなに難しいものばかりではなかったかなと思います。なぜ出るのかという理由さえ頭の片隅に入れておけば、対処自体はとても簡単なものばかりなので、ぜひエラーが出たとしても心穏やかに作業を続けてもらえればなと思います。マイクロソフト365と生成 AI に特化した組織 DX サービス、ユースフルフォービジネスで検索。